さて、やっていくか。ジャパニーズで。明るさマックスでいいかな、見やすいように。気をつけろ、そのドアの隙間は分断された現実だ。お前なのは俺だけだ。お前なのはお前だけか。で、G は嫌い。G は嫌だ。音がリアルすぎる。でも早速誰かいたし、もう嫌だ。攻略ガン見でやっていくぜ。よし。いや、やだ、5.1チャンネルのヘッドホンでプレイするとか。やだ。よし。うわぁ。もうこれ5回ぐらいやってんだけどクリアできないんだよな。5回やってるけど慣れだよ、もう。で、ここにこういうのがあって。とりあえず一周しよう。よいしょ。はい。ああ、やだな。音量下げよう。ちょっと。よし。何パターンだろう。ちゃんと調べていこう。OK。廊下まで戻って、で、写真が落ちてる。わかんねえ。怖さを緩和するために誰かコメントしてほしいな ドアが閉まってる。で、これだ、これ。これに R3 って書いてんだよ。したら、出口のドアが開いてると。放送しながらやったらクリアする可能性が高いっていうから。なんだよ ガタンガタンになってる。うおー！これ、普通に行けばいいんだっけ、これ。はい、初見さんいらっしゃい。助けてね これを1時間もやらされ、5.1チャンネルのヘッドホンでやらされるとか、拷問以外の何者でもない。
扉しまった待てよ、攻略をちゃんと読もう。扉が閉まったが、どうしたらいいんだっけ。ツイッターのフォロワーの、ありがとうございます。これで×だっけ？違うな。うっ！そうだ、ここ早速もう出てくるから、もう覗こう。わあ、 G が出てきてる。うわ、いや G はやだ。ね、これもう覗かないといけなくて、一瞬だけもうお化けが出てくるから、もう車内覗く。うっ、もっと接近。あクリアしてないんです。クリアしてないんです。来い来い、早く来い、来い、来るな、来い。うわー、来ない。ちょっと最後のとこまで行ってて、結局ティザートレーラーを解除できないっていうところで、はい、来た、オッケー。うわよし、はい、初見さんいらっしゃい。よし、出よう。もう早速冷や汗が結構来てるけど。これもいるんだっけ、こっち見たら。いる！うわー、やだちょっと。ちょっと待てよ。お化けが出てきたら、どうしたらいいんだろう。消えてくれるかな、あれ。待ってたら。あれ、行かないといけないんだっけ？どうだっけ？いるもんね。これどうだっけな？行っちゃっていいんだっけ、これ。どうだっけ？やったか、G が視界にいる。あ、行きます。はい。行きます。信じて行きます。行けば消える。な、行く！うおっ！ OK、消えた。もうこのままループしちゃおう。あー、 G がめっちゃいる。うわ、 G がめっちゃいる。ちょっと、やだ、G はやだ。シュッ。はい、初見さんいらっしゃい。こっからはパターンによるな。ガチャ？そうだ、ここ入って、ここ入って、ここ入って、そうだ、懐中電灯拾うんだ。懐中電灯拾って、あ、G。で、閉まっちゃって、これなんか変な赤ちゃんがいるから、これと、あー、やだ。交互に見て、泣くな。ですと、これドアノブをガシャガシャしてくるんだ。うわー、やめてやめて。ああ、開いた。あれ？いいんだっけ、これで。音が静まって、ひとまず。OK。で、ループ。で、奥のライトが消える。あ、で、ラジオが鳴ってる。これ重要だ。ラジオが鳴ったら、
そうだ、まずラジオの前まで行く。ガラス割れたら2階の手すり。やめて。それ知ってる知ってる。あ、知ってるけどゲームで見たことない。ラジオが最後まで話を聞きなさいとか言ってるけど、でこの状態でもう後ろにもう幽霊がいる状態だから、これ罰押す。 OK。 はい、こんばんは。はい、で、はい、行くもこのまま。よし、次は何だろう。あ、これガラス割れるでしょ、これ。これガラス割れるでしょ。割れるでしょ。来い。来た。手すり。うわー、本当にいる、やだ。ちょっと、ちょっと一瞬一瞬。見ましたよ。本当にいたんだ、あれ。今初めて見たわ。あ、そうだ、なんかこんなのがあって逃げるよ。で、そうだ、ここの部屋も赤くなって、あ、で、あの天井から吊るされてる冷蔵庫がトランザムし始めるから、襲ってこない。襲ってこなくても嫌だ。あんなの見ていたくない。冷蔵庫が暴れてるときはどうすんだっけ？そうだ。後ろの、あ、これだ。ハローって字があるから、これを見て、下向いて、で、H 消えて、もう一回見て、視界ずらして、E が消えて、もう一回見て、しっかりずらして、見て、で、ローだけになったから、ロー、もう一回見て、こうして、で、おだけになって、楽しく、見てる側はすごい楽しいかもしれない。そうだ、おだけになったから、こっち来て、ヘルになってる。地獄から俺を呼ぶ声がする。はい、オッケー。ハロ、そこは別に、どっちでもいいじゃないか。あ、リサ許してくれ。俺の頭には怪物が潜んでいる。超スピードはまだだっけ？0時になってる。ほんとこれトラウマっていうか、初ホラーだからね。これ、初ホラーも、にしてはちょっと、体に悪すぎる。怖くなかった。それも取りつかれた。よして、これループしたら、で、ループしたら、ほら、超スピード部屋、うおー超スピード部屋、うおーうおーってなってるけど、ここはどこに走っても意味なくて、目ん玉がね、すんげー怖えわ。どの辺だっけな。どっか額縁が落ちてるところがあるから。あ、これだ、これ。こんなもん攻略見ないと気づかないだろ。ホラーっていう、なんだって。バリバリホラーじゃないか。こいつを覗く。OK。はい、壁をちゃんと見たよ。そう、今こそ行動に出るときだ。我々の社会は完全に汚染されている。今こうして聞いているリスナーの中にも社会保障を十分に受けられていない者、仕事をクビになった者。そう、君ならできる。今だ、やれ。何をやった。オッケー。
No turning back now. って出て、もう走れないと。どこが開いたんだっけ？ホラー大好きやけど、これはホラーとは言えない。ホラーじゃないかも。ホラーだ、ホラーだと思うけど。あ、そうだね。こっち通ってったらもう、戻れるんだ。あとはね、問題は最後なんだよな、最後。最後がすんげえ、判定、フラグが立つのがシビアすぎるんだけど。よし。暗い。ループ。よし。んで、閉まってるでしょ？だから確かここで、破れた写真を、そうだ、回収すんだ。ここでこうでしょ？まず。え、フラグなんかなかったっけ？クリアするためになんかフラグを立たせる必要があるんじゃなかったっけ？で、今度このテディベアを見るでしょ？じゃあ次に、この、あ、これだ。OK。次に、どれだっけ？これ。OK。なかったっけ？あれ？そんでどうすんだっけ？あ、時計下にもある。で、ここで2048って言われて初めて、2048。2048。あれ？ここ見なかったっけ？ 5 分で終わるだって？ 3 時間ぐらいやったけどクリアできなかったんだけど、これ。あ、で、こんなのが出る。あなたならきっとこのゲームを見つけて遊ぶだろうと思ってました。20年前のあの日の僕は決して忘れません。あ、待って。読んでない。30分じゃ足りないだろうから1時間も取ったのに。気をつけろ。そのドアの隙間は分断された現実だ。で、またなんか、クリアしたっぽく見えるけど、またこんなのが始まって、またここからスタートすると。さあ、こっからなんだよな、こっから。てか、強制シャットダウンの映像も、時々違うのか。12分43秒でクリア。もう放送自体がもう20分に達しようとしてるからね。暗っ。まず、そうだ、出口の階段のところで破れた写真を一枚残してあるから、それを回収するんだ。これ。で、まず金が鳴るのを待とう。あ、鳴った。鳴ったけど多分この辺でゴーストも来るでしょ。写真も関係ない。写真も関係ないのかな？この辺までやって2回目、3回目の赤ちゃんを泣かすことができないってところまでで、まあ、この辺までが順調に。あれ、お化け来ねえや。なら、1、2、3。あ、来た！待って。いや、こっちいる。帰るの待つ。
早く帰れ。まずはこれ、泣き終わっていうか、幽霊が消え去ったと。音楽鳴ってそれなら1回目なかなかない。どうなんだろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、1回目泣いたと。2回はこっからなんだよ、問題は。こっからがさっぱりクリアできないんだよな。ここでなんかクリアしやすいって聞いたんだけど、攻略に書いてあるちょっと参考程度のものを見ながらやっていこう。まず電話の前でいて、電話の前で幽霊音が消えるのを待とう。銃は金な、いや、金が鳴ってからね、赤ちゃんを一回目泣かすには、泣かすっていうか笑わせる方か。10歩歩いたら、どこでも泣くはずだ、笑うはずだから、すぐってのは別に関係ないかな。はい、こんばんは。まず幽霊剣の的、このまま。音楽終わってからは、5分、10、ん?ちょっと、よくわかんない。とりあえず、放置してたらクリアできましたっていうのもなんかあるらしいんだけど、そんなことはやってらんないから。どうしようかな。ここで幽霊来たから、うわあ、嫌だ、この声は本当嫌だ。放置。いや、まあ、放置ね。放置しないでスピーディーにクリアする方法も、で、スピーディーにクリアする人もいるんだけどな。放置しないとクリアできないし。放置しなくてもクリアできる人はいるんだけどな。どうやってんだろう、一体。え、一応これ1時間だから、あと30分放置なんて。ちょっと出口階段にこのまま。みんな放置。放送してる人とかもみんな放置なのかな?幽霊音が鳴って、歩き回ってクリア不可能。どこの前でじゃあ放置するのがいいかな?人によっては、洗面器の前だったりだとか、電話の前だったりだとか、で、時計の前だったりだとか、結構いろんな人がいるけど、知りたいです。
切実に知りたいです。ああ、なんかオプション開いたままでも時間が進行してるってあったような。え、来んの早っ。ちょっと待って、よし、じゃあこれが泣き終わったらどうしようかな。洗面器の前にしようか。マイク接続してあります。よし。お、なんかすんげえわかりやすいコメント、あざす。赤ちゃん見てて音楽1回する、3回す、後ろに召喚、幽霊後ろに召喚する。 OK、 それ言ってみよう。赤ちゃん見てては、まあ、ズームでもどっちでもいいのかな。 OK、 まずは赤ちゃんを見ておこう。我慢ゲーだな、ほんとこれ。この赤ちゃんなんか下穴開いてんじゃん。よし、来た。うわ、やだこの声。鏡見てたら後ろに幽霊来るからそのままね。確かね、何回か鏡、見てて後ろに幽霊が現れてすんげえ接近してくるけど、恐られはしないってのは何度かあるんだけど、赤ちゃんは泣いてくれないと。でもこれってまだ確定したクリア方法ってないんだっけ？で、鏡見る。基本鏡見たら後ろに幽霊召喚されるから。3回か、2、3回に1回後ろに召喚ってなんかあったような、なかったような。どうだっけ？じゃあこのまま3回するしよう。あるよね。来た。なるべく後ろに出てきては欲しくないな。うわ、声ちっけえや。声がちっけえよ。え、赤ちゃんに大丈夫だよって言うの？うわ、後ろにいる。超後ろにいる。うわ、超後ろにいる。うわ、めっちゃ触れてる。うわ、やめろやめろ。うわあ、消えた。オッケー。たまに幽霊、鏡のと、主事故の前、幽霊来るから、それは取りつかれ。まあいいでしょう。あと2回するすんだっけ？あと2回するして、その後どうすんだっけ？今のもののけにいたい。もののけにそんなのいたっけ？あ、コントローラー震え始めたら絶対動かしたらダメっていうのは知ってる。だからもうここでこのまま放置しときゃいいんじゃねえの？そうだよね。永遠放置だよね。ちょっとコントローラーをまず置こう。コントローラーをまず置きます。じゃあ。残りの30分どうしよう。残りの30分、この振動するまでの間を、
なんとか埋めるトーク力なんてないんだけど。歌を歌う。いや、歌ってみたはできない歌ってみたなんてできる。ふっはっはじゃねえよ。笑ってんじゃん。コントローラーは振動してないや。ゲームをね、2本同時に起動できれば。うわぁ、後ろにいる。あ、後ろにいる。あー、超後ろにいる。あー、あ、消えた。何もう、赤ちゃん見て、鏡見て、赤ちゃん見て、鏡見てをずっとやるの。収まった。下見ようじゃ。召喚された幽霊ボーダッチならクリア確定。え？もういいや、なんか、鏡取り引きまでずっと見とこう。すべてのやった系全部やったらヒーローだよ。やんない。楽しかった。つい最近見た夢だったら、全然ホラーじゃないけど、5年ぐらい会ってない人に夢の中で会うっていう夢を見たわ。夢で残念でしたシリーズだわ。怖い話か。ひーおばあちゃん、ひーおじいちゃん、おばあちゃんの兄の子供が、いや、待って、この話やめよう。この話をやめよう。待って、また幽霊が来てる。最近の夢はリアル世界で無双系やってた。それはね、もう、それはもう思う存分楽しむしかないわ。地下に慰安室あって、その上手術されたのか。ちょっと足が痛い。これあと19分でクリアできるかな。これコントローラーなんともねえや。トレーラーでしかサイレント。なんだ、何今の。え、何今の。え、ちょ、え、教えてた頭のいい人。え、何？何なの？はい？あ、まあ、寝相が悪いであたりです。はい。え、何の今なんかよくわかんない声みたいのが。聞こえたんだけど。びっくりマーク。え、何今の声。攻略を見る限り、男性の声がしたらそのまま待機してると、赤ちゃん泣くって言うけど、赤ちゃんじゃない人が泣いてるわ。ビビったわ、ちょっと。もう、イヤホンでやりたい。え、今のもうフラグ立ってんじゃないの？赤ちゃん泣くのか、このまま放置してたら。赤ちゃんの代わりに泣いてみる。そんな、そんなこと、赤ん坊退屈すぎて、下で一服してそう。ちら、一服もしてねえや。
ラジオ見に行ったらなんかあったりしないのかな。とにかく我慢強く保持です。もう、3回ぐらいやってるけど、行動しまくってたらなんかもう何も進展がなかったから、もう、とにかく放置するしかない。雰囲気嫌だな。ホラーゲームでいい雰囲気があったらちょっとまずいな、それもそれで。で、また来る。てか、雰囲気が悪いっていうか、始まった瞬間、G がいたからもう G がいる時点でもう雰囲気台無しだ、もう。この、洗面所みたいなところがドア開いた瞬間も G たくさん出てくるしさ。出口のところのライトがいきなり光った時も G が出てくるしさ。ループしたらね、なんかライトの色が変わるっていうか、またスタンドが現れた。スタンドが現れた。わあ、わあ、こっち来てる、スタンド荒ぶってる。寝ちゃいそうです。あと8分で切れちまう、これ。頼む、コントローラー振動してくれ。後ろの人のファン。後ろの人ファンですか？後ろの人ね、ちょっと僕のスタンドかな。時々現れてね、いきなり怖がらしてくる。ん？うん。いや、G、本当に、G、まあ、ゴキブリのことなんだけどね。いろんなところに G いるから、これも。多分そうだな。どうなのかな？赤ちゃんにジャックって、ジャック？なんで？ジャック。え？コントローラーにマイクつけたら速攻なの？マイクなくしちゃったんだよ。え？待って、泣いた！泣いた。え、あ、待って、コントローラー振動し始めた。あ、めっちゃ振動してる。これ動いたらダメ、絶対ダメ。待って、あと尺2分しかない。待って。絶対動かない。ノーウォーキング。え、ちょっと待って、赤ちゃんにジャックっていうのでよかったかもしれない、これ。よっしゃ来た。オッケー。You've been chosen. よっしゃー初めてクリアできた。出る。よっしゃージャックありがとう。めっちゃありがとう。え、ライデン。あ、そっか、ライデン。え、また、ヒデオ的な、なんか、ネタを入れたの。やったー。あと1分で切れちゃうけど、ここはちゃんとキャプチャーしてるので、YouTube にあげます。ところがある日、親父は事件を起こした。これまたありふれた事件だったわけだけど、おかげで僕は死ぬほど退屈な日々から解放されたのさ。ライデンのおかげなのか。あと30秒で切れちゃう。あー、残念だな。でもちゃんと取ってやるから大丈夫。いや、ひとまずクリアできた。いや、ジャックありがとう。ジャックありがとうだわ。いやー、ありがとうございました。じゃあ、ここまでで配信は切れちゃうけど、ありがとうございました。じゃあね、ひでお小島。ほんとひでお小島。外。いやー、ありがとう。じゃあね。ガレルモ・デルトロ。あ、ブルキャストがここで終了しちゃう。タイミングがいいかもしんないか、ある意味。ノーマン・リーダス。
インサイレントヒル、サイレントヒルズ。この S は何の意味をするんだろう。サイレントヒルズプレイアブルティザー、小島プロダクション、フォックスエンジン。やった、クリアできた。このゲームはティザーです。本編と直接の関係はありません。コナミ。はい、というわけで PT でした。ご視聴ありがとうございました。